まだスマホ直ってませんけど、買い替えることになりましたけど、一応、インスタグラムはアップしにくいけど、そのパソコンからはね。できないこともないけど、やたら遅くなってしまったので、いつもともっと早いんですけど、だから YouTube でもアップしてるの同時にしてるからですね、きっとそうなんですけど、これをね、要するに、新しいのはもう、インスタに上げない方が面白いよっていう、天なる、インスタグラムなる、フェイスブック社なる、知らんけど、ザッカーバーグのお告げっちゅうんかな。その方が面白いと高い位置ができますっていうことでしょうね、多分ね。要するに、ゴールっていうのがね、パークトラカイである、要するに、多治見西浦のお坊ちゃま、要するに、おじいさんやね。をとっちめるとかじゃないからね。もともと西浦家をとっちめるつもりなんかないよ。何回も言ってるやん。従軍屋号のことについて、再三ね、難癖つけてくる韓国に対して、逆やろ西浦と東条家が、西浦家と東条家が結託して、日本の女性をどんどん、朝鮮半島からマンションに売り飛ばしてた千年間があるのに、なんでこっちのせいにしてんのっていう、その反論やんかな。じゃあ、うちに対して、多治見の西浦お坊ちゃんが猛然とかかってきたのは、満州勢力、天皇家や西浦にとって本家にあたる満州の怖い存在が、おい、仏寺を攻撃しろって言ってるんでしょうね、それは。で、それ失敗したら殺されるんでしょうね、西浦のじいさん。それやったら、ってしたら。ね、あり得るでしょ。だから、あんな下道な攻撃をうちに仕掛けてきてるって、推測するのが一番自然ですな、推測なんですよ。うちみたいな立場の人間にとってね。うちみたいな発言をしている人間にとってね。その可能性が一番極大で、ヘビーな、世界だな、と思うけどな。そういう、民族全部工作員みたいな、そういう生き方したみたいだから、一人やから、一旦女神地下するね、山田民族ヤンバンっていうのはね。だから、うちらの民族とはちょっと、ノリが全然違う、別の人類みたいな、って気はやっぱりするよ、さすがに。だって、うちらそんな生き方せえへんもん。ね。生まれながらのスパイとかな。ヤンバンとかの民族の生き方って変よね。何をしてんのって。その肉体がなく、何のために生まれてきたのって、ある日肉体がブルブルなく、自我を一生懸命生きてるつもりでもね、肉体に表現してる寄生虫に過ぎないから、特にそういう人とすると違うっていうのはね、正義感を振りかざして、勝手な思いが出て、誰に対してって、自分が表現してる肉体に対して、めっちゃひどいことしてるって自覚が全くないね、正義感の塊やから。で、本当に正義なんですかやったら、そんなもん程度の問題やし、で、しかも相対論やね。正義なんて国家間の正義なんてな、日本が勝ってたら日本の正義の方が勝ってたでしょ。戦争の勝ち負けによって正義を決めてるんだから、もう一回言うで。戦争の勝ち負けによってどっちが正義って決めてるんだから、決闘もそうなの。わからんかな。負けても正義とかそういう何は武士っぽい世界じゃないね。そんな日本国内の同一性の民族同士のその芝居見えた歌舞伎見えたものだけですよ。ね、それはだから喧嘩両成敗的なものが日本はあるでしょ。外国はないから、勝った方が正義と認められるの。他の手段でどっちが正義が決まらんかったから、決闘や戦争で決めてんの。だって正義って相対的なものだものって。それが西洋法の考え方やで。ローマ法の考え方やで。キリスト教法ちゃうで、ローマ帝国法やで。今の法律もそうやけど、その原点って。絶対的正義なんかないっていう、なんだかストア学法、ギリシャな。あの流れを組むものやで。めっちゃ知的なものやで、だから確かにね。だから勉強してて面白いんですよ、法律ってな。で、だから法律論と、絶対的正義っていうのは、混同したらあかんよ。ましてや、その混同ごとに、ヘイトとか、噂とか誹謗中傷とかするのは、大いに勘違い行為やねん、実は。勉強したらわかるけどな。
哲学勉強した人でも法律勉強してるかったら、まあそんなこともあるでしょうな。住んでしまう話やからかな。じゃあもう民主主義国家の国民って言われんやん。法律についてそこまで態度が適当なんやったら、受刑者って言われればそこまで法律に対してなんか他人事の人たちがなんか利用できるということだけ全悪論で利用したのかみたいな、もうほんとに高いやんか、あんたら民主主義にもうな、権利権利って叫びながらな、そんなに法律に対して善悪の様子がって、善悪を振りかざしたのも単なる道具にすぎないみたいな使い方、おもちゃと思ってるんじゃん、みんな。そんな人らの方が面白いって、法律のことを。そうやってそんな人らの振りかざす善悪とか正義とかもおもちゃなんちゃう、そいつらの、そんな人らの。な、すごい重要なことに言ってますよ、な、まあ、西浦のことにカゴつけてな、パクのことにカゴつけてな。だからもう、パクはもう負け、認めてるんでしょ。初めのことも。うわぁ、もうやられたってもう最悪だ。もうやけくそだ、うわぁってやってんのやろ。うわぁってな。うわぁ、もううわぁってやってんのやろ。もつじ嫌い、うわぁってやってんのやろ、どうして西浦の兄さんは。今なんか、チラッとなんか西浦のババアの大受けの顔が見えたな。見えるわけないやろ。言うたら思うのよ、これパッとテレビみたいなもん、はぁって、あ、自分の弟やろ、テレビマン。ママ母がですから、ね、仮にじゃ、ママ母が連れてきた連れ子やから。だから、西浦のババのが年上やけど、後から西浦家に来た人物と。なんだかやん、そのじいさんとばあさんは。つかうちから見て10歳ぐらいしか変わらんやん。それはなんか、お前に戦争語られたら、じゃお前が戦争なんか知ってるわけないって、60歳、うち50歳が。64歳ぐらいでもな、だって戦争経験者に言うても、戦争って77年前ね。で、だから70代はもう知らんわけ。80代じゃないと、戦争語られへんねん、実は。今となったしね。なんせやろ戦争なんちゃらって、あんな歌が流行ったのは、だいたい70代の人たちやねん、もはや。いや、60年、それもっとこっちはニューミュージックの時代でもっともっと、反戦フォークじゃなくて。ね、うちらが、まあ、日本のロックみたいな感じのが、だんだん盛り上がっていった世界ね。60代がニューミュージック世代で。で、70歳代が、要するに反戦フォークの時代。じゃあ、80歳代は何ですか？でも戦前から、もう、小学生とかやってたりするわけでしょ？じゃあ、いろんな、その、昇華とかもね、めっちゃ詳しい人やけど、80代やねん、実は。どういう人かな。で、なんかこれしっかり習って、しっかりメロディー叩き込まれてる世代。あの世代、コーラスうまいで、カラオケもうまいで。意外やろ、若い子の方がうまいって錯覚してるやろ。なんでそんな錯覚できんだろうな。80歳代の歌、バリバリうまいで。で、そんなことないよ。だって、猫の上に。ね、寝たきりですよ。もう生まない。歌われへんだけ。もうすでに。でも、最後に歌ってみようよ、言うたら。じゃあ、最後に歌おうかって、バリてくれたらどうする？ちょっとおばあちゃんとか、ひいおばあちゃんとか聞いてみ？ね、おばあちゃんバリてくれたから。バッタラ食いに行くって言った今って。バリてくれって言ってました。バッタラ食いに行く。坊主しずきやで。はあ、ええ話かな。な、結局、西浦天狗が映ってる動画には一切コメントしてんやろ。どうコメントしてんかわからんのやろな。もう、隠れ家にこもっとるから、表札もついてないから、中でシコシコやっとるから、西浦は小さすなち、タクトラカイ。なんか文句やったらやってきてるんだろうな。わあ、つじゃんどれ、パパ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 パ。何それパパ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 パそのからなんか謎のなんかきっとなんかそのこのギロッみたいなのがあるからちょっとしたあれかな眼科もやるような感じのレーザーとかってからこのギロッみたいな
いや、そうね。それで、それぞれが卒業みたいな感じで。助けて。こんなもの、なんでだよ、お前。こんなもの、じいさん、おんねんな。で、しかもなんか、もう、めっちゃ、うわーって、言うそうみたいに見えるやろ。文字面は。だけど、ひょろっとしたちっこいじいさんやね。まあ、確かになんか、ロールプレイングゲームとかでも、しまった、うっかり、宝箱を開けちゃったんだって、こっそり、にょっと出てきて、バーンってバリゾーゴンを。あんなんとか、洞窟の中に小動物がいたと思ったら大声でとか。襲いかけってこともいきや、大声を出してるだけだった。ほっとしたので、MP が1、回復となる。回復しとんね。パクのじいさんのバリゾーゴン。パクのラブ、開けてみたら、ひょろ。あんたね、殺したくないんだよ。あれ、なんだろ、これ。かわいいんだけどさ。アイガン動物からまた触ろうとしたら、おおおお気をつけろ、こいつって言ったら、ヒューポンで。しようや。ほんなら、その、あれがあるやんか、マク貼れるやん。マク貼り。マク貼れるでしょ、そのキーボードの上に。それが一度、うわぁ、カラコンが、押すと、そのカラコン、それで押してるから、ボディブロー効くんかもしれん。それか、なんか、下の、あ、ええすみギロみたいな言うそれで喋ってないやんか、売ってるから。あ、指先に。いや、ここに、目がいい。あ